はい、プレイしていきたいと思います。サブナチュカ、そうだ、一回帰ってきたんだね。帰ってきて、いろいろ回収していこうかっていうね。どうしようかな、何持ってこう。タイタニウムはいらないな。シルバーリードが意外とまだ使ってないから、リードあったら嬉しいかな。塩はね、もう大丈夫なんだ。むしろ逆だな、置いてくるのなんもね。一旦帰ろ、多分道中で拾えるから。今考えたら道中で拾っていきましょう。どこだ俺の、あっちか。素晴らしいなこれ、いいね。だけでも確保しときたいかな。あ、よし。Welcome aboard, Captain. よ。コメントいただいてね。これ実は違うらしい、この水槽もっと大きい水槽らしいです。残念だね。あ、これどうしよう。か、猿とこっちに入れようか。あ、ビークルベイは設置しようかな、上に。ウォーター、なるほど。あれ、なんかマグネシウムが欲しいとか思ってたような気がする。何使おうとしたっけ。作るか。空いてんじゃん。こっちなんか入れとこうか。一応持っといた。後取りすぎた。明らかに取りすぎた。あれ、マグネタイト、俺が作ったのはマグネシウム。マグネタイトってなんだよ。
グネタイトってなんだよ。なさそう。ないな、これは。頼むじゃねえしな。マグネタイト、これは素材として水中にあるのかな。そんな感じだな。そうだね。残念。残念なんで。あ、レーザーカッターまだ試してないっけ。ね、試そっか。とりあえずしまいとして水飲んどこうか。よし、こう。上まで浮いてった。ここで設置できるんだね。じゃあシモスの材料探していこうかな。シモスだっけ、もう一個あった。あと1個まで探しとけばよかったな、あの時。確かあと1個だよね。暗くて見えないかな。ここじゃないな、方角。ここじゃないけど、あれ切りに行く。これじゃないな。潜水艦なんだよね。うわ、でけえのいる。でけえのいる。でけえのいる。でけえのいるから、ここ怪しい。ある？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 ないね。ないね。びっくりした。月がびっくりした。もう超でっけえの来たって思ったよ。ここら辺な気がするけど、ないかな。ピックアップ。ここら辺浅くていいね。簡単な気候って感じだよ。
うわ、でけえの見なかったことにする。何じゃあ、ね、OK。 大体なのか。うわー、びっくりした、びっくりした。でかいのいつかいっぱいいる。ちょっと一旦離れようか。ここは危険だわ。シーモスどこだっけ。何ここ、友達じゃないのかな。全然相手持てなくなるぞ俺。シモス見つける前に相手持てなくなる。うわースクラップがいっぱいある。あー、ここっぽい。この雰囲気俺知ってる。近くのはずなんだ。よいしょ。うわ、なんという、ここすげえ。お、ありそうじゃない。レディエーションディテクテッド。センサーってるわ。ここもダメ。あー、ヘルメット持ってくればよかったね。うわ、水爆地帯やん、ここ。こいつら見つかったら水爆始めんのかな。あれ気になる。あれ普通のやつかな。シーモス。ない。ないな。そうだけどね、これ違う？違うか。スクラップも違うもんね。あれじゃない？来たんじゃない？これ来たー。イエー、アンロックだ。やったぜ。多分潜水艦だ。よし帰ろう。ラディエーションだし。 B1 多分潜水艦でしょう。ここは鉄がいっぱい豊富だね。
できるのかな。こっちのビーフンつけときたいかな。持てないんだよ。こっちも意外と素材が豊富なんだけど、これどこ？どこかよくわかんないけど。でかいやつのそばでバッテリー切れとかないわ。いや、これダメや。今回はでかかったね。あ、ここじゃないか、これじゃないよ。切って入れるやつ。あ、お魚持てねえわ。おお、これです。これ多分私の想像は正しい。これです。来たタイタニウムとパワーシェル作れるじゃん。全然作れるじゃん。 Welcome aboard, Captain. 全然作れるじゃん。クォーツちょっと持ちすぎかな。S まで入ったっけ。 Z だった。 TZ だった。ちょっと待って、パワーシェルもこの前作ったから。何だっけ。パワーシェルとあとなんだっけ。これだ。これだけ。これだけは。リバブレーター使ってないけど何をつけるの。なんで。使ってなかった。それだったらレディエーションヘルメットにしとくよかった。来たー。ブラッシュ。ブラッシュ。服でブラスあったよね。
ち行こう。さあ頑張れ。来たー。うわちっちゃい。想像よりちっちゃい。キャッホー。来たぜ俺の最初の乗り物シーマウス。シーモス。Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. 来たー。すげー。すげえ、すげえ、ヘルスとかあるね、しかしね。やーべえ、めっちゃかっこいいじゃん。キュイーン。どうやってエグジットすんの？いい。わーお。わーお。これもあるで。バッテリー変えれるのかな？あ、変えられないね。どうやってエネルギーチャージするんだろう。まあいいや。ちょっと待って。難しいな、意外と。多分だけど、これが着艦できるのが、あれだと思う。これプロバイズオプティカルコンディションズフォーフローラ&オーラアドハッチトゥエンター。エイリアン、アリエンコンテインメント、プロバイズオプティカルコンディションズフォーフローラ&オーラアドハッチ。これ違うな。これがアクエリウムか、でかいやつか。じゃあそれ作りましょうとか。これは外そう。いらない。持てる。持てる。ストラクションしまくって。Caution. Mild dehydration detected.よし。よし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 。ここに太陽光のソーラーパネルをくっつけて、こっちでいいか。ファンデーションつかねえ。悔しい。もうちょっと低いところにつく。大丈夫。あ、ついた、ついた。今ついた、奇跡的に。どこだ。違う。来たー、俺の勝ちだ。イエーイ。ファンデーション効くかな。中に何かを置くにしてもファンデーションを置いてからがいいもんね。つくでしょこれは。きたー。材料足りないのは知ってた。水分がやばいね。すげえな。3匹ぐらい欲しいかな。
痛いね。いいや。痛い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 。いや、ちょっと見失ったし。見失ったわ。よいしょ、いい。クォーツだっけ、ガラスだっけ。多分これがアクエリウムだね。だからタイタニウム1個のグラス4つだって。これだね。うわ、今回27分のプレイしてる。またよし、よし、じゃあ設置は次回にしましょうか、ね、というわけで今回ここで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見ていってください。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。セシカでした。